で、すなわちの表情とかも見といてください。まあ、エネルギー状態ちょっと先に見ましょうか。あきちゃんごめんなさい。これ持って。で、これ手を上げてください。で、今はこういう状態。こういう感じで上げてもらったら、肘からこうやって。で、上がらないんですね。ちょっと。あきちゃんこの辺持ちます。この辺にしんどさがありません、ね、例えばこことか。ほら、素敵な顔してるでしょ。こことか。まあ、みんな分かるように今度180度反対に見てください。180度反対で、アジさんが180度で、誰か触りに来たい人、あと3名いますから触りに来ないんですよ。こんだけ大変な状態なんで、体がこう痛い痛いって言うてるでしょ。スナッチの表情がもしかしたら変わるかもしれへんから、スナッチの目の色、表情ね、ちょっとまあ時間的な問題もあるので、そこまでっていうところもね言わないですけども、肌ツヤその辺も、肌ツヤ一瞬、いやシミとかも取れてる。シミ取れるんですか。表情がそこにあるんです。ただね、今日セミナーの体験でやってるから完璧にしません。あの、僕どっちか言ったらいい加減人間なんで適当にします。なちょっと見といてくださいね。いきますよ。出てください。何だろう。申し訳ないね。で、まあ一つ言えることを現象を見ましょう。励ましそれ誰か